はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、キリンのね、氷結で限定の、期間限定です。フランボワーズ。フランボワーズ。もう食ったことない、こんな。原材料がラズベリー果汁と、ウォッカと糖類と、酸味料と香料。あ、フランボワーズっていうのは、ラズベリーなんですね。で、アルコール度数が 4% で、果汁が 1.1% となってます。まあ、氷結はね、結構ね、好きなんですけど、うん。甘味料も入ってないしね。うん。はい。ということで、久々に、これ録画してますが、今日は、ゴールデンウィークが終わり、5月の5日、じゃねえや、ちゃうわ。5月の9日です。今日土曜日です。なったばっかりです。が、久々ですね。しばらくちょっと撮ってなかったんですけど。ね、皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしになられたでしょうか。残念ながら僕は、まあ、ゴールデンウィークって結局ほら、まあ結構、休みが多かった人もまあいるかもしれないですけど、まあ俺はね、4日連休だったので、まあ、良かったっちゃ良かった。まあね、1日ぐらいしか、2日ぐらいしか休みない、まあ普通の土日しか休みない人とかもいたでしょうからね。まあそれに比べれば、まあ、よかった。かなと思います。それでは乾杯。うん。ぶどうっぽいな。うん。で、ゴールデンウィークね。正直なところ、ずーっとね、うちにね、普通に引きこもってましたけど。なんかね、本当は釣り行こうかなと思ってたんですけど、なんかこう、やる気が出なくなって、結局ね、行かずじまいで、なんか基本的にめんどくさがり屋なんでね、なんか、めんどくさくて基本的に、外はほとんど行かずに、あれですね、寝て過ごしましたね、うん。なんか異常にこう、眠くて大体起きたのが、朝起きたと思ったらもう、3時ぐらいにまで寝てて、た時が、ぼちぼちあり、うん。ひどい。ひどいですね。ひどい休日の過ごし方をした。まあ、行ったところといえば、あれか。ゲオ。ゲオにゲームを買いに行ったぐらいでしょうか。なんか、前言ったような気がするけど。うん、まあいろいろ買ったんですよね。ゲオこれで、なんか2回行ったんですけど。結局ね、まあ、いろいろ買って。うん。また積みゲーが増えてしまったという。ポケモンね、X 買いましたからね。それだけでもだいぶ、よかった。ポケモン X 買い、ポケモンブラック2が250円ぐらいで買い。うん。安かったな。めちゃくちゃ安かったよ。ほんとに。
まあでも今もポケモン結局安くなったっていうのは、まあ、今ルビーとサファイアのリメイク版が出てまして、うん。それが出たから結局ほら、ね。その前のやつは値段が下がっちゃったと。いうとこでしょうかね。うん。で、さらに今 DS って、ほら、もう Wi-Fi 繋がらなくなったんだよね。Wi-Fi 対戦がもうできなくなっちゃった。それでもうほぼ廃棄処分でしょうな、あれは。250円ぐらいでも売ってて。あ、じゃあ買うか。買って。ちょこっとやったんですけど。あ、やっぱ面白いですね。昔ブラックだったかな？ホワイトだったか。ブラックですね。確か。はクリアしたんです。で、ブラック2、ホワイト2は、その前作のブラックホワイトの2年後の世界ということなんで、うん。まあね。うん。まあ、似たり、似よったりな。まあ、主人公も同じだしね。まあ、まだ X はやってませんけど。まあ。まあ、そんな感じですか。うん、タバコもやめて、しばらく経ちましたが。特に、まあ、コーヒー飲んでるときに、ちょっと吸いたいなとか。ジュース飲んでるときに吸いたいなっていう感覚はあります。うん、まあ、まだちょっとなかなか抜けないかな。うん、まだ2週間ぐらいか。2、3週間か。うん、といったとこですけども。でですね。まあ。ちょっと最近ですね。まあゴールデンウィークに、まあちょこっとね。まあ母親からちょっと言われたんですけども。このね、家の、てか部屋にある、ウイスキーのね、瓶とか酒の瓶。もういい加減片付けろと。まあいうふうに言われまして。まあ、それをこれちょっと今、現在、頑張ってこう消費中なんですけど、ウイスキーのね。まあ、コーラで割って飲むか。まあ、最終手段はそれだな。まずいウイスキーは全部コーラで割って飲むか。ということで。まあ、まずいウイスキーというと、筆頭となるものは、まあ、あるんですけど、まあ、ちょくちょく全然飲んでないやつとか、ジムビームとかね。全然飲んでない。蓋すら開けてないって。なんで買ったんだって言うと、グラスのついてきたんで、グラスのために買ったんですって。っていうね。まあ、あといくつかあるんですけどね。まあ、その中でも一番まずいと言ったら、カナディアンクラブでしょうか。カナディアンクラブですね。多分一番まずいウイスキー。俺の手持ちにある中で。
もしくはタラモアディユか。あの、アイリッシュウイスキーですか。本当にカナディアンクラブはびっくりだね。まあ、うまいっていうか、まあ、まずく、まあ、どうなんだろうな。なんか、水みたいだよね。簡単に言うとね。で、あの、カナディアンクラブの12年だっけ？あれも買ったんですよ、俺。まあ、前、あの、動画に残ってますけど。あの、前買って飲んだんですけど。ずいぶん前に。あれとね、あの、カナディアンクラブの普通のやつを飲み比べたんですけど、全く違いがなくて、まずあれにもびっくりした。どうなっとるんだ、これはって。値段が倍ぐらいの、違う、倍、カナディアンクラブ1000円で、12年が、まあ、2000円ぐらいだよな。倍ぐらい違うのに、味が何にも変わんないんだよね。あれすごいなって、逆にすげえなと思った。あれどういうことなんだろう。全くわからない。瓶だけなんか、瓶が若干こう、かっこいいだけで、みたいな。無駄になんか、ウイスキーらしいからぬ格好してる。格好っていうか。なんかちょっとブランデーっぽい、ね。ナポレオンみたいな感じの。格好してるだけで、味は全く、本当に全然わからなかったね。まあ多分俺が、舌がおかしいのか、知れないですけど。全くわからない。最近はね、ウイスキーも飲んでるんだけど、あの、金宮焼酎。これです。これのですね、あの、焼酎の、これの4リッターが一応売ってるんですけど、この4リッターのやつ買ってですね。んで、あ、昔紹介しました。あの、天馬の梅で、混ぜて仕込んだとこなんですけど、それでちょっとペットボトルが今あの結構あります。4リッターのね、4リッターのペットボトルと、あと5リッター、珍しく5リッターのペットボトルまでね、あの最近近所のスーパーであのもらいまして、まあ、そこに入れとるわけなんですけど。うん。まあ、そうしないとちょっとね、持たないということで、悪くなってしまう。まあ、基本的に、あの、ウイスキーとかはね、度数高いんで大丈夫なんですけど、日本酒とかは悪くなってしまうんで、全部捨てました。日本酒は。あらかたも全部捨てたな。うん。まあ、基本的にまずかったんで、うん。まずいやつは捨てました。全部。で、あとは、ちょっとやばそうなのが、まあ、いくつか、梅酒とかね。梅酒とかもちょっとやばいかなと、思うんですけど。どうですかね。梅酒は、どうなんだろうな。度数15度ぐらいだからね。まあ、微妙なんだよ。微妙っていうか、うん、普通さ、自家製のさ、梅酒とかだったらさ、全然大丈夫なんですけど。自家製の梅酒って基本的に度数35度ぐらいのやつで漬け込むから、出来上がりがだいたい20度ぐらいなんだよね。だから大丈夫なんですけど、買ってきた梅酒っていうのが、だいたい15度ぐらいでしょうかね。だから、これとかね、町営の梅酒ね、
これ 1.8 リットル。1.6 リットル。1.6 リットルで 1.8 リットルか。アルコール度数14度。14度なんでこれ、やばいかなと思うんですけど。でも、賞味期限は載ってないんですよね。で、冷蔵庫保管度も書いてないんですよ。冷蔵庫保管度も書いてないから大丈夫かなと思うんですけど、わかりません。まあ、あとここら辺ですかね。ワインじゃないけど。ベルモット。まあ、これは、ノイリープラット。ね、アルコール度数が18度あるんで、まあ大丈夫だなと思うんですけどね。いろいろと、あかんやつがいろいろあります。やばそうなのがね、いくつかあります。これがですね、金宮の、金宮焼酎という有名なね、焼酎の、4リッターのペットボトルのやつなんですけど。まあ、なぜか名前がね、好きやねんっていうものに変わってるんですが、中身は普通の金宮なんですが、これに、天馬の梅というね、やつを仕込んで、まあ、これはストレートでいけるな。まあ、だいたい度数20度ぐらいか。20度ぐらい。これを1対1で別の焼酎で割って、だから、ここ屋上で割りますけど。1対1ぐらいで割って、まあ、ストレートなりロックなりで。まあ、いわゆる梅割りです、ね。東京行ったら梅割り飲んでみてんな。内田っていう、葛飾区にある、東京都の葛飾区にあるですね、飲み屋があるんですけど、そこの、まあ、梅割りという有名なね、梅割りなるもの。まあ、本当は金宮、そこだとね、金宮焼酎ではなく、普通の高菜の、ね、焼酎で割ってるらしいんですよ。まあ、だからね、俺もそれを最近になって知って、わざわざ金宮の高いね、4リッターのやつ買ったのに、金宮高いんですよ。金宮ね。金宮焼酎高いんですよ。だから、それだったら宝でよかったなぁと。宝で仕込めばよかったなと思ったんですけど。まあ、もう遅いって。もう遅いわ。まあ、ということでございます。まあ、とりあえずね、しばらくはね。まあ、ウイスキーもまだ、数本飲んでない、紹介してないのが、数本あるんですが。まあ、それも、まあ、紹介はね、まあ、したいんですけど、ちょっとな、しばらく後になるとは思います。なかなかね、消化しきれないんで、とりあえず今は、あるやつを、飲んでいかねば、ね、まともに部屋の掃除もできないという状況になっております。
コク、甘み、香り、まあ普通じゃね。3443です。ご視聴ありがとうございました。